新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため休館していた旭川市の施設が先月26日から徐々に利用できるようになり、3月3日から休館していた旭川市中央図書館もこの日から再開しました。開館時間が近づくとロビーには再開を待ちわびていた市民の姿が見られました。心配なことっていうか、 なんかいろんなことあるんですけど、すごく嬉しい感じはします。図書館が開館すると利用者は早速目当ての本を探していました。本が借りられないっていうのはいつも寝る前に読んだりとかしてるので、そういうので困ったりはしてましたね。館内ではウイルス感染予防対策として座席の間隔を空けたり、十分な換気ができない読書室の利用を見合わせるなどの対応をしています。もちろん職員もいろんなこの感染予防ということで、対応しておりますが、利用者の方についてもですね、もちろんその席エチケットですとか手洗いだとかをしていただいて、館内での感染対策にご協力いただきたいと思います。旭川市科学館では天体について市民に興味を持ってもらおうと、星の教室、重力波と巨大ブラックホールの謎が先月29日に開催されました。この講座では講師を務める旭川天文同好会の戸樫会長が、謎の多い天体ブラックホールについてパソコンやプロジェクターを使って分かりやすく解説しました。参加者は光の速さをもってしても脱出できないブラックホールの構造や、ブラックホールの形成などによって空間の歪みが変化して生じる波、重力波などを学び、宇宙で起こる不思議な現象に関心を深めていました。旭川市からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症の影響による労働相談や生活支援、就労支援の窓口を開設しています。詳細は市ホームページをご覧ください。